考えると足まりですね。ワゴジムシなんて使う予定なかったんだけどな。よし、汗出せやがって。え、威嚇アーボとか熱いんだけど、普通に押すだけが。いえ、君に決めた。ハケの汁。さよなら。イキリちゃーん。怖いな、おしゃまり。だって俺給食員だったもん、小学校の頃。わった、待って、そんなんずありえねえ。いやー、読まれた。あー、死んだ。何にもおかしくない。2連続1回も入れなかった時はどうなの。いやー、順調順調。でもこれ鬼しずくもだったらありがてえわ。正直弱しのが強くね。おえー、かっけえ。サンダーに見えてきた。本当にネマシュってさ、対人戦においては微妙かもしれないけど、ストーリー攻略のネマシュは強そうじゃね。あ、なんだっけ、ハプーか。草フェアリータイプのさ、キノコの胞子力を吸い取る持ってるってすげえ強そうに感じるんだけど。あ、キテルグマ欲しいな。鬼しずくも強いんだけどね。鬼しずくも使うぐらいだったら愚足武者使いたいっていうのもあるよな。まあでも鬼しずくもの方が強いか。仮にワタツミが死んでしまうようなことがあればそうするわ。水タイプは充実してんだよな。素早さ2段階アップとかだったらもう上から全員殺される恐れあるんだけど。シャドーボーンとか使ってくんのかな。ハプー好きなやついんのかな、この世に。ハプーって俺ロリババアかと思ったんだけどさ、これ一応ただのロリ。見た目がババアっぽいだけで年齢的にはただのロリなのか。あー、なんか確かに昨日グソクムシはトレンドに入ってたね。世界大会で活躍したんでしょ。その人はなんだろう、あのグソクムシで有名な人だったの。ハイリキムッチムチなんだけど。あ、バトルロワイヤル。え、バトルロワイヤル怖っ。バトルロワイヤルってこれどういうルール。なんかやんなきゃいけないよね。3人が一気に俺一人を狙ってくるとか、そういう事件起こらない。そういうことですよ。何メガヤスって。俺知らない建物めっちゃ多いんだけど。ウルトラサンムーンの、おいらかわいそうなスイーパー、具体的なラブをください。怖っ。え、とりあえず1000円あげとく。これ催眠術かけられるんじゃないの。やばすぎる。おー、ありがたすぎー。この縛りにおいて最も欲しい技マシンか。ソードシールドも御三家に違和感なくない。最終進化はなんかちょっと違うなーって思う中ではあったけど、クワストとかなんかでも進化したらとんでもないハズレになる、大ハズレになりそう。おおおおお、大ハズレになりそう。どっちかだよね。なんかクワストが一番バクチな気がするわ。ロイヤルマスニャオハはね、なんか最近のポケモンの傾向を見るにふざけて立たせそう、マジで。なんか木を照らってこれウケるやろみたいな寒いノリで本当に緑色のガオガエみたいなの生み出しそう。そういうギャグ枠を全部ホゲータに詰め込んでくれたら、ホゲータを完全逆枠にしてくれたらもうそれに越したことはないんだけど、さすがにね、毎回一匹はなんか
アニメとかに出す関係上で絶対子供に人気出るだろうなっていうかっこいいキャラ絶対一匹はおるから毎回さ、御三家の中に。それがホゲイトになることは100ないから、まあ多分大丈夫なんじゃないか。ニャオファクワストのどっちかは神レザになるでしょ。今思ったんだけどさ、大体ライバルって今までのシリーズ全部自分の弱点タイプのポケモンを使ってくるのに、ハウなんでニャヒート使ってるの。うわ、あいつ保身に走った。とりあえず誰か一人が死んだら終わりだっけ。いいよ、やり合ってやり合って。いやこれ怖いな本当に。回復もできないよね。寝とこうかな、ずっとこれ試合終わるまで寝とこうかな。これやってられん。覆面レスラーちょっと信じられんのだけど、やってることおい。バカ急所、待ってタイムレベル早い。よかった、地ならしいで素早さ抜いてる。ハウお前覚えとけ。いやこれ寝て正解だったな。まだ次のターンに寝ようかと思ったけど、しっかり寝て正解だったわ。はい、殺し合えってお前ら、やり合ってやり合って、ナイス。これで終わりだよな。これ体力残ってるやつが勝ちなの、誰が勝ちっていう仕組みになって。経験値とかももらえないんだ。あぶねえ、おしゃまりにしなくてよかった。まあ、おしゃまりとかにしたら1ターン目でもハウのニャヒーと水ゼットで吹き飛ばすことできたか。先にメガヤス行ってあの謎のスリーパーが眠るくれたの、あれマジで英断だったな。あそこで眠るもらえるとか知らんかったし、スリーパーじゃなかったら話しかけなかったし俺。よーし、じゃあカラカラ狩り始めるぞ。ゼノブレードもさ、ほぼおらんやん、こんなキャラ。フィオル、メリア、ホムヒカ、ニアの4択。あきゃ！うおー、19でしかもす。これなんか変に弱らせると、仲間呼ぶから一回ちょっと、一回スーパーバウル投げてみるか。所詮カラカラだし、いけそう。うえー、じゃあこいつにはね、この今回のウルトラサンムーンのねパーティーのほんと一番のエースになってもらわないといけないから、こいつが鍵を握っていると言っても過言ではない。もう太い骨ゲットした時点で、あ待って、やったこれ。俺特性確認してね、左死んじゃないと。まあ、呪われボディでもいいけど、まあ、俺のパーティーに電気技覚えるやつに、あ、しびれ粉な、え、しびれ粉の草技か。確認の手段なかったけど、なんか電気タイプ捕まえてこなかったな、ミスったな。あ、かぐづちにするか。かぐづちとわたつみの二枚巨頭で、それだったら最後までそれともいてくれそう。つまり、俺がメレフってことよ。石頭だー。しかも待って、ワンパク？あー、ワンパクはあり。平井心だったらなー、電気相手に無双できたんだけど、ガイアで。でもわざつみの方がいいかな。でもガイアに経験値あげたいんだよな。なんて、え俺にその嵐見えてないんだけど、なんか見えないんだけど俺からその謎の嵐。かっこいいよな、アローラガラガラ。アローラ地方の中で一番好きだわ。これってどれ選んでもいいんだっけ。あれガラガラって何レベル進化？かっけー。18？ え？
シャドーボーンはリーグ前まで使えない。なんで？あ、シャドーボーン覚えるのが27だから思い出す必要がある。え、じゃあ、タイプ1技ないってこと？ハートの6あるまで。うわ、出た。これは覚えてるわ。やばい、このまま入っちゃう。え、やばい。あれ？どれ？どれが主ポケモン？でかかった。そんな違い分かんなかったね。なんならガイアでいけるか。いやー、まあでも素早さ下げたところでな。いやー、また追加よ。カイングルマ、それも持ってんのか。いやー、いったやばい、え、待って、これ死ぬ。雷パンチなんて燃えてんの。上取られてるよな、これ。え、これさ、一旦誰かに生贄になってもらって回復してからの方がよくね。アブリは無理。ステレン、ステレンっていうか出して死んで終わる。回復のターンがない。ゴミ、え、ゴミに耐えなくね。いや、スピーディオだったらエンニュートの毒と炎両方とも半減だから犬しかねえよな。え、でもシャドーボーンとか持ってた場合はレベル的にでも覚えてない。27で覚えるんだもんな。どうする。は、変わら。わだつみ、いや、変わら死にそう。変わらで死ななくてもエンニュートの攻撃で死にそう。え、ガイア出してもいいけど大丈夫これ。エンニュート弾ける炎とか使ってこない。いやでも、アブ、そうだね、まあ、とりあえずこいつが死ぬことは確定なんだけど、お前ら行き着く、考えに考え抜いてさ、そこにたどり着くなら分かるけど、早すぎだろこいつ生き贄にしようって判断。弾ける炎持ってるわ、強っ。てかこいつエンニュート強くね。エンニュート素早さ2段階上がってる。ガラガラより速いの。え、これどっち飛ばせばいいの。ガラガラ飛ぶ一発で。いや、見切んなよマジで。え、これ見切り来たら俺も、いや、行くしかないか。頼む。されてるよこんなの。しかもあれ、もう一個ベノムショックでしょ。え、ベノムショック死ぬ。4分の1でこれって思ったらさ、そもそも届いてなくね。でも落地で散った方がいいのかな。たたり目ある。たたり目ベノムショックってこと。ゴミニーに戻して毒直してもう一回バブル光線打つ。少なくともあと一回はバブル光線入れないとガラガラ話にならないんだけど。いや、これゴミニーに戻すわ。ゴミニー別に後出しってか、ワタツミ死んだ後にその場で出しても上から2回殴られて死ぬだけだから、まだここで1回耐えるかもしれないっていう可能性にかける。あ、ベノムショックちゃんと持ってるわ。まあ量半減、量半減、量半減ですけど。これ回復の薬って沼。でもなんか使わずに全滅するぐらいなら使った方がいい。
この HP8 のために回復の薬、この8で変わるかな。目の前を必死に、そうだな、この縛りでこんな8の HP に強すぎる。舐めてた。てか俺スタートがさ、これ虫ポケモンの前に帰れるんじゃねえのかよ。いや、ガイア出しても死ぬだけだよな。火炎車走ってくる炎で。勝ち筋はまず出す、河原ベノムショック、ワンチャン耐えてもらう、激流発動、バブル光線アクアジェットで激流入ってたらガラガラだけ落とせる、でガイア対面エンニュートしかない。ゴミゲー、マジかす。どうすんのこれ。悪事エンニュートに入れて散るか。もうガラガラに入れても全然入らないだろうし、ジラルス圏内入れるわ。めっちゃ入った。え、毒ガス頼む、耐えて。耐え、先生の爪あったわ、まだ勝ち筋まだあるわ。先生の爪がある、先生の爪地ならししかねえ。きたー、ある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 、ジャール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 、エンニュート落としてくれなかったらまだある。なんでそんなことするの。痛すぎて。で、まだ呼ばないで、エンニュート、まだエンニュート呼ばないで、お願い。あ、まだ呼ばないね。これいつ地鳴らし使えるのこれ。急所だったらどちらにしろ死ぬから、回復だったら次だよな。寝るか、一回寝るか。あれ、寝たらたたり目飛んでくる、やばい。寝れ寝たらたたり目飛んでくる。なんか通る技ねえんだけど。急所は知らん。呪われ何ターン、3ターンだったらここで溶けてくれないと。フラッパ踏みつける効果はないよ。呪われボディマジで信じられん。寝たらね、これ特殊は無理なんだよ。今持久力で防御ガンガン上がってるから。あ、溶けた溶けた溶けた。しかも待って、エンニュート呼ばないとこいつ。ありますありますあります。ナイス先生の爪。フラッパ入ってるから。おお、急所か、急所ない、持ってったコンビガイアー。いや、ガイアすごいけど獅子ルイルイだよこっち。あー、もうちょっと見切り、2対1で見切り使ってくんのマジありえん。なんで2対1の勝負で見切りしてこっち一旦ないことになるんだよ。ダブルバトルの見切りしたっていうのに2対1の見切りひどすぎるだろあれ。え、何体死んだ俺。アシマリと、アシマリじゃない、あいつ何名前、おしゃまりか。いやでもなんとか一番強い2体は残った。一応今後まだ活躍するであろう2匹は残ったから、そこが不幸中の幸いなんだけど。4体死んだか。ゴケビ早かったな、出番が。ゴケビセカンドシーズン震えてるよ、この戦い見た後にパーティーにいられるの。俺もあのベトベタやアブリボンのように壁として使われるんだって。
怯えてるよ、ボックスの中で。出てきてもろくなことになんねえんだもん。まあ、幸いね、水ポケモンは替えはいくらでもおるから、そこは安心だね。水ポケは強いやつ多いから。鬼しずくも行こうかな。しずくも捕まえてくるか。弱し、鬼しずくも、グソクムシャ、ドヒドイデのタク。ドヒドイデも強いけど、まあ、夢特性ありきだからな、あの辺って。一番強いのはやっぱ水砲を持ってる鬼しずくもだよね。これいよいよじゃああれだな、マシエドとかいうキノコ、フェアリー枠もうこんないらねえよと思ったけど、フェアリータイプなんか2体持ってかれたから。ナシマリやっぱお前進化しなかったか、最後まで。フェアリー着く前に死んじまったよ。嘘だろって感じの2体だ。あ、強い。ボールふんだん返しも投げるか。水タイプと虫タイプが捕まえやすくなるかも。こいつめたやん。めた2倍補正入る。4倍とかになる、捕まえやすさ。水虫だと。じゃあチャルロスって。控えろ、しもじもみ。攻撃アップ、攻撃アップ、特攻アップでもワンチャン。あー、いいじゃん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 。特防ダウンはまあちょっと嫌だけど悪くない。お、お父さん。あ、お父さんだ。え、これ本当にお父さんでワルタなんだけど、ずっとネタで言われてんのかと思った。なんか2ちゃんのおもちゃみたいな感じだったやん、あいつ。ガチお父さんだからな。アニメで明かされた衝撃の真実。なんかおる。いやでももうこれコケピーに全力注ごう。あー、この島エスパーなんだ。弱体型じゃん。今現在のところがガラガラ終わりの次1の。あー、ここでコソクムシも出てくるらしいけど、さすがに無理か。グソクムシまでキャリーできんか。この洞窟の土煙にコソクムシいるらしい。あ、ヌイコグマいる。モフモフと水砲の相性に、確かにシナジー取れてるわ。炎が苦手なやつと。あ、アクロマ。ストーリーにおけるグソクムシとか絶対やばいでしょ。危機回避しなくていいもん。これ出てたんだな。あ、こいつがくれるんだ、ニトロチャージ。めっちゃなんかさ、スマホタッチしまくってんだけど、これ何？盗聴とかされてない？手が落ち着かねえな、こいつ。タイプ相性っていう概念に収められないダメージ食らいそうなんだけど。いや、これはモフモフじゃないでしょ。つぶらな瞳入ってこれだぜ。どう、これモフモフじゃなくね。でもなんだかんだ大気慢性型のポケモン今まで全部最終進化までしてない。これモフモフじゃね。どうだ、つぶらな瞳なしで、これこれモフモフじゃない。太い骨持ってるよ、だって太い骨持ってて2レベル上の家具槌の攻撃半分も入らん。これで不器用だったパターン。いや俺これな気がすんな。でもね、あの間違いなくモフモフだったし、なんか防御の個体値は低い気がする。不器用だったらそれはそれで愛せる。不器用だったら本当に使わない。オスのヤトウモリの方が焼けちゃった。まだなんかモフモフっぽい名前にしとく。マフマフ、テルグマ、マフマフはちょっと反感買わない。それ名誉毀損ならん。ヒグマ、56個殺しのヒグマにする。56個殺しのヒグマ多分不器用なんだよな。ワンピースネーム多い今。いや、ヒグマでいいわ。
いねえもん、ワンピースネーム。ヒグマ落としとかでもはや名前なのかわからんけど。あ、チャルロス、チャルロスワンピースだ。そうだ。ヤトウモリどうしよう。え、メスのヤトウモリ粘る。とりあえずキノコ捕まえるか。俺さぁ、モフモフのさ、柔らかいやつかと思ったらさ、モフモフじゃねえ、硬いやつじゃねえかよ。防御特化だった。あ、こらったもん。実はアローラだった超強い説ない。張り切りでよ、だって。一旦ラッタ捕まえとくか。こいつには可能性を感じるわ。1レベル上げたら進化よ。はい。これ俺レポートいつ書いた。あぶねえ。殺すとこだった。弱すぎだろ。かますじょうまそうじゃないんだよ、まず。お前でいいや、もう。お前でいい。もう、こいつ決めた。どんなレベルでもこいつする。決めた。もういい、もういい、もういい、ほんとに。次捕まらなかったら殴る。そう、投げたら仲間呼ぶから。やっと進めるよ。チンカスとかでいいか。名前しょうもな。こいつになんか考えてる時間もったいない。煮干し。それでいや、ここまでこいつに時間をかけたから期待できそうな名前しとくか。せっかく2時間ぐらい粘って煮干しはちょっとないわ。ウラヌス。悩みに悩んだ結果ウラヌス。こいつの場合もう性格もどうでもいいわ。あ、いいいいか。攻撃アップ一番いらんくね。お、なった、すげえ。ウラヌス感あるわ。データ強っ。チャルロスの3倍ぐらいあるんだけど、全部2、3倍あるぞこいつ。いやー、なんか両方ロマンあるな、チャルロスもウラヌスも。つえどうしようかな。ガチで両方強いんだよな。ジャラランガは確かに使いたいな。え、ジャラランガって何レベル進化やってる？意外と早い、45とか。ジャラランガせっかくだから使ってみるのはあり。専用 Z 使えないけど。ねえ、これこれ、これはさ、許して。これは許して。事故じゃんだって。これは許してくれないか。俺じゃないもん、野生倒したの。レポート書いてないもんだって。あんなひどい。虫けらみたいな経験値しかもらってないから許して。今のルール上はアウトなんだけど、に再発しないように気をつけます。二度と今のような事態が起きないように気をつけます。まあ、ディグダ使用禁止だね今ので。とりあえずアローラディグダはもうあいつを使うことは禁止された。さあやりましょうか。じゃあ何するやつだ。なんか集めてくるんだっけ。正解だった。てか、ウソッキー出てくるの。ウソッキーは戦いたくないんだから。あれ、ウソッキーだけ失敗だったのか。逆に強くね。ウッドホーンとかないよね。
キーは多分しんどい。おお耐えた。え、待って、え、このレベルで覚えてんの、ウッドハンマー。なんで耐えたっていうか、なんで耐えた、これ本当になんで耐えた。ちょっとね、ウッドハンマーって嘘つき、そんな早いの覚えるの、嘘つけ。120だぞ、よく。マジで耐えたのすごいな、今の。天才でしょ、耐えたの。来たぞー、キール。ラランティス、かわいい。フォロー Z は生きていいけど、フォロー Z の技がねえんだよ、そもそも。やっぱ大丈夫、大丈夫、全然大丈夫。 39% らしいから、ダメージ計算したら。トラブレード同じレベルの、俺らはレベル上だし、余裕のフェザーダンスですよ。まずはシザークラス、もう舐めてもらっちゃ困るな。はい、勝ち。隠れようだけやめて、隠れようだけやめて、隠れようだけやめて。言ってないよ、やめろ言うて。聞いとったか、やめろって言いましたよね。まだフェザー弾の感じ。2フェザー弾はいい。カクレオンの原子の力程度で踊り鳥が死ぬと思うね。ピヨパン、まず振り使う。いいよ。で、これであれ、ソーラーブレード使ってくれないか。で、どうせ飛行 Z 一発で落ちないから、まずエアカッターから入って、で、隠れを変色で飛行にしとくわ。ブルーパンチのタイプ付けされて。いや、強いな。嫌な音持ってんの。けど、4段階ダウンだから。これで Z 技届くでしょ、当然。初手 Z でもしかして飛んでた、これ。それぐらいエアカッター入ったんだけど。どうだ、リーフガードだよね、初手。状態異常なんないだけだ。ソーラーブレードを見ることなく、いけるか ?110 だぜ。頼む。強すぎて笑った。やっぱそうだよな、そうなると思ってたけどな。あ、やっぱ言った通りやん。昨日鬼しずくもにあんだけ入るんだったら、ラランテスワンパンでしょ。あんだけ特防118がある鬼しずくもにさ、クソ入ったんだから、ラランテスごときワンパンだ。ピョピョパンチ痛い。エアカッターで変色させてもらって。よし、ここ乗り越えたらでかいぞ、ぶっちゃけ。ここ乗り越えたらみんな進化するぞ。ゴミパーティー卒業だ。次の試練までにはカグズチバンバドロ鬼しずくも全員進化してるでしょ。え、しかもしずくも進化した、はいよ。ソーラーブレード撃たれてたらさ、死んでた対面多かったんだけど、なんかシザクロを撃ってくれたおかげで、シザクロの倍以上入ってたって思うと、リーフブレード技構成はガチだけど AI はバカでしたっていうパターン。コケピ、お前最後まで一緒に来るか。こいつらなんか炙りボンとかも一発で飛ばしてくれるんじゃないかという、そういう期待まで寄せてる。ウルトラネクロズマとかもなんか一切れ殺してくれるんじゃね。攻撃ダウンしたから AI が吸収しない。シザークロスってなんかあまりにも急に当たりやすそうな名前してるけど、別に
普通の攻撃なんだよな。クロスポイズンとか似てるよね。しかも炙りボンの超名前を実質無効化でき確かにそんな特性だったの。踊り子発動してほしいわ。マジでマジで三日月、三日月の前ってクレセリアの専用さ。あれ癒しの願いだよね、普通のピクシーとかが使うやつは。三日月の前回れたら本当に笑うわ。カプコケピーじゃんこれ。モーションは俺草 Z が一番好きだったな。草 Z とか岩もかっこいいよね。みんなマシエドを多分ね舐めてる。この物語のキー、このキノコだから夢キノコ。なんか、あ、22強い。なんか、ウタが食べてたキノコに似てね。ウタが食ってたのネマッシュだったのかな、あれ。あのキノコめっちゃキモいんだよね。あの可愛い女の子キャラにチンコみたいなキノコいっぱい食わせてたのも気持ち悪いわ、あの辺。ネズキノコ来たオッケー、欲しい。そしてマジでいらないところがアップしとる。カプコケピー入らないんだけど。え、でもなんかこう点があった方が強そうじゃね。カプコケピーでいいんじゃない。ライチさんと戦わないと。ライチさん、それこそ弱し役に立ちそうだな。ライチさん戦は。余裕です。めっちゃなんか踊り鳥と心通じ合ってるってさっき言われるんですけど。なんで？一番付き合い長いから。戦闘におるからか。次トゲデマルでしょ。マジ超舐めてるんだけど。でも舐めた結果ガラガラで事件起きたからな。俺のさ、ガイアがトゲデマルの時に負ける要素ある？どうやって負けんの？あいつに。エアームで呼ばれてもまあ毒毒とかしてこなければ、毒毒してきても眠るって大丈夫だし。マヒルミ麻痺ならんし。ウルトラホールどうしよう。なんかウルトラホールってさ、めっちゃいろんなポケモン出てこなかったっけ。ウルトラホールってバランス崩壊にならん。あそこで出てくるポケモン、メガヤンマの色違いとかゲットした記憶あるんだよね。バーネット、これ電樹木のミスリードすぎるよな。第一だ。クリア前に伝説捕まえるの？普通にレベル60の伝説とか野生のポケモン戦ったらまず俺がやられそう、捕まえる前に。岩Z注意ね。まあ、泥バンコでどうにかなるの。岩なんで全部なんか岩に対してはクソ強いわ今こっち。コケピー以外全員岩とやれるわ。貝殻の素材持たせようかなと思ったけど、ぶっちゃけ全員 Z 技でいいわ。なんか可愛いよな。もう正直ね、ガラガラとバンバドロは最後まで生き残るんだろうなっていう、そういうビジョンが見えたもん、さっきの2回で。あそこを耐えてくれたらもう今後あれ以上のピンチは訪れん。
俺の中で翡翠ウォーグルが群を抜きすぎてあんなかっこいいって知らんかったわ。色違い、普通のウォーグルの色違いも青色で好きなんだけど、翡翠ウォーグルって強いのかな。あの見た目で 65? 人を乗せやすいように遅くなったってこと。しかもクソ弱いし、無駄に H 高いポケモンマジでやめてほしいよな。マサギリはね、どうあがいてもハッサムでいいせいで。あったなこんな場所。うわ覚えてる、ここなんか覚えてるわ。ここはスリーパー多くね、この島。なんでなんか俺みたいなやつばっかりいる。なんだだから覚えてんのか。ふるさとじゃん俺の。アーゴヨンが惜しい見た目してんだよな。ズガドンいいね。きたー、ネモ出身か。マシエドどんなんだったか忘れた。不安になる見た目してたの覚えてるけど、まあ想像通り。こいつキノコポケモンのつらい星、いやつらい星はパラセットか。キノコの星とかいう技があるせいでキノコポケモン全員強い。おお、まあそこそこ強くね。じゃあ風でちゃんと1レベルで進化だ。あ、この女、この女やん。ザオボーは何のウルトラビーストになるんだろうって楽しみにしてたのにな。もう少しいいぞ、なんか追いついてきた怪打線が俺のやっとなんかみんなで戦えるようになってきた。ちゃんとレベルが追いついてきてる。こいつモブのくせに主人公との友情がね芽生えていく。助けてくれて本当にありがとう。あなたがいてくれてよかった。じゃあ白目頑張ってね。いやウルトラネクロ様か、全能力アップのルザーミーネと戦うかって言われたらウルトラネクロ様の方が100倍マシだね。1体だけならいくらでも対策の使用あるし。あ、プルメリ、こんなやついたな。あ、あれ全能力じゃないの、1体ですどれか1つだから。ゴールドバッグ、だいぶ記憶があやふやってるかね。ないに等しい、一番ない。ウルトラ3分が、あー B キャンセル、進化キャンセルありだな。第一戦に炎ゴーストある人絶対ないもん。キャンセル入れよこれ。念には念通りよ。死因調査。こういう配信ではね、なんで死んだんだって時に巻き戻して使うのか。おい回復してくれんのかよ。星雲ちゃんって一応あれあったよね、進化あったよね、ソルガレオンとルナーラの間にコスモームみたいな。あ、違う、こいつはコスモームか、プラネウムだっけ。めっちゃ影薄いやるか。
何使ってくんだろう、ルーガルガン以外。ハラのラン、ハラのランをもう一度起こすわけにはいかないから。アノブス、これはウラメスでいけそうだな。いや、レベル高っ。こんなレベル高い、相当レベリングうまくいってるかと思ったけど、完全に学習特典系のレベルなんやけど。ウラヌスとかいう古代兵器の名前つけられたやつよりも、俺はこんな天竜人みたいなクソチャルロスを使おうとしてるの過ちか。もう呼び水じゃないよね。いい硬さしてんだ。あーよっべっ、これあれ Z はどうか、怖すぎ。どうか、すみません、流れてる、まずい、危ねえよ。うわ、満身に満身になってます。クソクソペイン、クソ沼プレイングしてた今。ハニクッと頭、Z 技飛んでくるだろう。ギワ Z だったらまあガイアでもカグズチでも、まあ念には念通りでガイアにしよっか。かっけー、当てる、持ってたでしょ。おーし、やっぱ春がおかしかっただけだ、あいつがぶっ飛んどっただけだわ。ハラ、鉄壁、鉄壁覚えるのか。え、鉄壁覚えるんだったらミミッキー本当にワンチャンあるな、こいつ。ブルンゲルさえ出てこなければ。鉄壁だったら、間に合うか。鉄壁だったらミミッキー相手でもギリ間に合いそうな気がする。でも、急所。シャドクロ急所で死ぬ気がするんだよ。カラカラ。結局進化させて、いやまあまあどうせすぐ進化するんだ。なんなら進化キャンセルした方が経験値美味しいんだ。二つ目達成だぜ。使ってこなかったね、イワゼット。あれ、イワゼットかっこいいかと思ったけど、そうでもないな。ゴースト Z がダサかったのは覚えてる。かっこいいな、毒。毒 Z とか誰が使うねんって感じだもん。無限アンヤへのイザナイ、そんな名前だったっけ。あの、そんな名前だったな。 Z ワード全部言えないわ。天こがす滅亡の光、マジで知らんわ。しかもそこ映しちゃいけないんだよね。一番のシーン、一番の見せなければいけないシーンなのがウルトラ3分、映しちゃいけないっていう。あー、エーテルパラダイス先行かなきゃいけないの、これ。1000万ボルトはサトシが使っとったから知っとるけど、必殺のピカチュウとは知らんな。モザイクどうなんだろう。別にモザイクにするぐらいなら消しといた方がいいだろう。